こんばんは。どうも皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。僕の声は届いているでしょうか。配信は始まっているのでしょうか。大丈夫そうですね。いけてるな。よしよしよし。昨日は放送終了間際大変なことになってしまいましたが、意を決してパソコンをすべて一回削除して全部入れ直しということをやっておりますが、ちょっとね、そのせいで設定が全部ぶっ飛んでしまって、いろいろちょっと様子がおかしかったりしたらごめんなさい。で、結果から言いますと、マシになりました。プチプチ問題とかザザザってなるやつは、完全に治ったわけではなく、やっぱりまだなります。それは昔そうだった、前そうだったんだけど、配信ソフトを立ち上げてすぐはね、めっちゃブブブブって言ってるの。でもだんだん落ち着いてくるの。それすら治ってくれたらいいなと思ったんですけど、まあとりあえず、配信し始めて時間が経てば安定するという状態になっております。はい。何か不具合があったら教えてください。いつもとこれ違うよっていうのあったら教えてください。多分大体同じには戻したつもりなんですけど。はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは、 KTube の K です。ピシ。本日は、引き続きファイナルファンタジークリスタルクロニクルをやっていくんですが、今日から配信は基本1時間あたりを目安に、やっていこうと思っておりますので、ちょっと短めにはなりますが、お付き合いよろしくお願いいたします。なので、ギュッギュッとギュッと凝縮して、進めたいと思います。では5年目行ってみましょうか。俺ちょっと真ん中にいるか、これもうちょいこっちか。うん、はいはいはい。あ、これであんま被らないね。オッケーオッケー。あー、ごめんなさい。ま、チャット読みますね。ちょっとね、スタンプ序盤調子悪かったみたいですね。また僕は大丈夫だったんですけど、消えてる人もいたみたいで、チャットが消えてしまうバグがあるそうですとか、あるみたいです。僕のところはわかんないですけど、特に大はございません。もし消えちゃってたら、YouTube コメント消しやがったよとか思わずに、はい、あの、YouTube の機嫌が悪いと思ってください。いや、早速イベント。どうしよう、またどうしたどうしたどうした。なんか戦闘っぽいな。いや、早々から濃いですぞ。濃いめでいきますぞ。ちょっとゲームが、いいかな、音が。ちょっとだけ下げてみようかな。なんだ、初初戦。お、黒騎士？黒騎士来た？やっと？黒騎士なのだろうか。おお、黒騎士だ。俺の発揮欲を食い漁りやがって。大塚さん、ちょっと違う。どこを見ている。どこを見ている。俺に言ってんのか、これは。お前が何を見ている。待て、逃げるな。キャラバンか、そんな目で俺を見るな。大塚さんっぽいよ。俺はまだ諦めたわけじゃない。渋みが。最後に見たのはあの光。その後は全てが闇だ。あ、今日さんで会ってる。ちょっとなんか若めというか可愛い感じだね。あの低い方のローの効いた感じをちょっと抑えてますね。何が大切だったか、何がつまんねえものだったか、何も思い出せやしない。だが俺は必ず俺の記憶をあの光から取り返す。あの光だから俺をそんな目で見るな。これは俺に言ってるわけじゃなさそうだけど、あ、すっげえ強そうな武器持ってんね。かっこいい、この武器。まだ終わっちゃいない。まだ空っぽなわけじゃない。ああ、もう謎しか置いてかない、この人。この人謎しか置いてきません。はい。あと5年目で町に帰った後、村から出ようとした時に、一つ、毎回ね、村から出る時に村長から頑張んなっていうやつと、あのじいさんの声真似俺がしてるやつあるじゃん。もうこれないんだ。イベントばっかり。足立さんね。はいはいはい、スネーク足立さん。FGO だとなんだっけ、名前ですね。これは本当に素晴らしい道具です。関心を持ちました。アミダッフィー。そう、
素晴らしい道具なんだ。このガーディね、まあいいや、後で話そう。これを1万ギルで売ってくださる。また詐欺してるよこの人。大丈夫？1万ギルの価値ある？そう、世界のモデルケースがたったの1万ギル。今手持ちが少々不足しておりまして。世界は生物じゃなくて生きてるものだからね。あんまりほっとくとこれも死んでしまうよ。死んでしまうぜ。なんだって死ん。そうさ、世界にクリスタルがなかったら正気で僕たちは死んでしまうだろう。これはそのテストも可能にした画期的な道具なんだ。なるほど。ことさら関心を深めました。だから買うなら早く決めてくれないと困るな。これほどの道具だもの、他にも欲しい人はいるさ。惜しい。今どのくらい持ってるの？5000ギルほどですか。仕方ないな、先生と僕の仲だ。よし、今回は特別に5000ギルで。あなたとは初対面ですがしかし5000ギルならいただきます。いや、いい買い物したよ先生。ガーディね。おや、盗み見とは下道だね。君ほど下道じゃないよ。人は見かけによらないと言うけど、君は見たまんまだな。お前が言うな。おやおや、心外だね。危険なものは大体自分で主張してるもん。毒を持ってる生き物は毒持ってそうな色してたりね。僕を見てみろよ。とても怪しいだろ。怪しいね。でも君はとても普通の格好をしてる。本当に危険なものってのはそれを外見に表す。何の特徴もないやつや、むしろ安全そうなやつこそ最も危ぶむべき相手なのさ。それはともかく新しい詩を聞いてくれ。出ました。流砂を見下ろすキノコもゆれば炎の心が生まれいずる。これこいつの歌詩か、過去に2回3回聞いてるんですけど、村長がうちの村を出てったバカタレがいて今どこで何をしているのかとかよく言ってるじゃないですか。でそいつが旅先から送ってくる手紙にこんな詩が書いてあったんじゃって同じことを言ったんですよ。だから多分こいつで合ってると思います。村を先に出た正気ストリームを研究してる、ハーディーって言ってたんですけど、でこいつは今ガーディーって名前なんですよ。どっかで何かがちょっとちぐはぐなんだよな。なんでかな。あ、やっぱお前記憶ないのか。僕はこんな詩を。そういうパターンか。ちょっとわかんないですけど、こいつが多分その人だと思います。物事にいちいち意味なんかあったらたまんないもんね。多分ね。赤隊から落ちて腹立ってるから早く出どばやろ。コウキ、辛いな、赤隊はな。ちょっと、今ね、俺、お化けイドロハマってるから、しばらく出どばは休憩よ。あれ、まだ雫一個もないよね。いや、厳しいなぁ。え、ここもないの？ちょっと待った。雫、手に入んないんじゃない？これ。入んないことはないか。水くださーい。あ、こっちじゃないです。あ、水慣れる。これ水に変えましょう。はい。あ、その前にだ。もう一個あんだよな。村長がまたね、ここかな、火山 と、砂漠がどうのこうのって言ってたんで、行けるようになったのではないかと思います。あー来たね、ここね、1回だけ。どうなんでしょうか。何にもないねって言ったところだよね。船来てるもん。
ああ、いるじゃん。おう。川の水がなくなってよ、商売上がったわ、たりだって、ここに逃げてきたってわけか。あ、同じやつ。去年1年はね、どこに行ったのよと思ったら、さらに遠くまで行けるぜ。遠くへ行きたいんだ。あ、来た来た来た。火山とルダの村。火山行ってみましょうか。キランダ火山。おお、そこに行くのか。キランダの硫黄。もしキランダの硫黄を取ってきてくれたら、船代を安くしてやるよ。マジ？おう。高くない？じゃあ500ギル。500ギル高くない？これ回収できんのかな。500ギル回収したいな。ちょっと嫌だな。川渡るときは50円でやってくれたんだ。急に10倍よ。まあ距離も伸びるってことか。どこに行くの？どこに連れてってくれるんだい？ワールドマップで移動か。やべえ、サクサク進めたいのに移動が長え。今日おー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 おお、新島？ここしかない、これしかないんだ。町とかはね。おお、なんだなんだ。いいナレーション来るぞ。南の海を照らし出す火山の明かり、島の影。明かりを見れば引き締まる心の奥に燃ゆるもの。1時間だと思うと焦るね。揺らめく影を見つめれば映し出される。まあ、1時間ちょっとって感じで考えてて、だから1時間またぐときに3つ目の雫取ってるぐらいだったら最高なんですよね。1日1年進められるんで。それだと2粒ぐらいで雫2滴で終わっちゃうのが一番辛いね。ただしもう15分経っていく。サクサク進めるぜ。さあ行こう。キランダ。浮いてるやつがいたからグラビデを早々に使いたいが、なんだっけグラビデ、まあファイヤーかブリザード取ればいけんのかな。俺サンダーリング持ってるから。目指すはサンピチョンでございます。そうです、サンピチョン行きましょう。あ、もうスキップしよう。出発、任せたモーグリ。うわー、いきなりめんどくせー。合体グラビデ。OK。その飛んでるやつはもうこれで叩き落とすに限ります。OK。いいね。グラビデが早々手に入ったんで、これは早い。あ、ケアロン来た。完璧だ。これはサクサクいけるぞ。さあボスの部屋はどこだ。ボスに行きたい。もうサクッとボスを倒して雫を。うー、2発楽勝。空っぽかい。グラビデ、グラビデ楽勝です。いい感じ、いいペース。行こう行こう、サクサク行くんだよ。散策はしないんですね。散策しながらボスに向かっております。ただやっぱモーグリのスタンプとかちょっと諦めてるとこはあるかな。一応読むか。急ぎの場合は水の壺に。え、何だこれ。急いでる、めちゃくちゃ急いでる。近道完成ってこと？果たしてこれが近道なのかどうなのかもわからない。サンダー扱いで、ああ合体してるから使えないのか。急
ぎの場合です。今本当に急ぎの場合ですよ。サンダー来た。サンダー単体で使えるような、あー枠がない、枠がないからちょっと急いでおります。私もう1時間でクリアしようと思うとサイモンタクルになるね。まあまた時間に余裕ができたりストーリーものやるときはね2時間に戻すと思いますが、ちょっとバタバタしてるので、しばらく1時間でいきたいと思いますが、毎日配信はやめませんのでぜひぜひお付き合いください。ここ行けそうだな。モーグリとかいいからって言った途端俺見つけた、もしかして。わあ、無欲発動してんな、マジで。こんにちは、クポ。はい、じゃあもらいますいらないって言ったそばからくれるならもらいます。いただけるもんはいただいていきます。オッケーオッケー、もう出ます。はい、いや毎日ケイ君の生存確認ができる、ちゃんと生存確認しに来てください。たまにプレミアム生配信っていう、ちょっと生のようで生じゃない、生みたいな疑似生放送みたいな、それはそれで楽しんでいただければと思います。ヘイ、今日は生です。ああもういけるぞ。あ、ややこしそうだな、行って帰ってするのかな。あ、今日巻き戻せない設定になってる。そこも変えてないかも、ごめん。じゃあ巻き戻せないです。でかくねえか、この剣。なんだこれ、ラビデが先だった。あの剣なんでしょう、ちょっとあの剣倒したいな。あの剣が、あの剣装備したいわ。オッケー、オッケー、追っかけていこうかな。あれなんかいるー、でかいな、痛いな。なんだなんだなんだ、あー追っかけてきちゃうタイプ。違う、ケアルもまともにつける。え、あ、ケアル、まず弱い方から裏切りで私は一気に2で終わるから、で落ち着いて私を、強い、ちょっと面倒くさい、しかも何にも落とさない。リンゴスさんいらっしゃい、ゆっくりしてってください。あー、またこのコンビネーション最悪だな、これ。グラビデから行こう。グラビデ！セイ！ダ！セイ！おお、なんか落とした。セイ！ダ！セイ！ダ！オッケー。ザンバ島ってなんだっけ？キサメか。ホオズキ。ホオズキ十本型なの。サメだっけ、なんだっけ。あ、違う、それでもサメ肌こうだった。無能に剣心だ、これ入れそびれた。あ、いける、あれあれ、ボスいけちゃうよ。サクサクポー、サクサクポー、火山サクサクポー。わあ、そういうことか、あれボスの武器か。で、なるほど。今日もサクサク進む。タイムリミットがある分で昨日よりスピードを上げて、ガッツのベルセルフのガッツのこんな感じですね。サクサクパンだ、サクサクポー、サクサクポーってすっげえ言いやすい、口が気持ちいい。サクサクポー、このボスもサクサクポー。
でなんでそんなに減ったこれ。ケアル。ファイヤーを振らなければ。ああやばそうやばそうすごいやばそうすごいやばそう。痛くない。これはやばそう。いけいけ、ぶちまいぶちまい。よっしゃー、サクサクフォークサクサクフォーク、すげえうまそうだな。よしよしよし、いい感じいい感じ。思ってる早え。あれめっちゃ巻いたな。これ5分ぐらいでクリアしたな。焦ろうと思えば焦れるゲームなんだな。まあでも面が良かったよね。あの変なよくわかんないギミックとかないから、こっち行ってあっち行って、ここ開かないよとかさ、この先どうやって行くのみたいなのがないからサクッと行けた。よしよし、サクサクポジージー、いろんなの混ざってく。さすがっすね、アザっす。ヤンヤンスケボー、知らない、何それ。リバーブかかるかこれ。かかってんな。よし大丈夫でしょう。濃縮したピッチョンタイムでございました。よしよしよし、いけるのでは。あと15分で1個ずつクリアすれば1時間で1年いけるね。ヤンヤンスケボー、知らないわ。知らない。お菓子、お手紙を届けに来たクポ。クポありがとう。クポそんじゃ配るクポ、配るクポ、サクサクポポー。チチアリオンからの手紙、久々だな。チチから来たのは、ジェゴンケイ達者か。ジェゴン川が、ジェゴン川ではないんだ、ジェゴン川が枯れたそうだな。昔もそんなことがあったってじいさんが言ってたよ。その時は何をすればいいって言ってたかな。あの答えが出てから手紙をください。忘れたの。アイテムを送りましょう。人参でも食べてください。健康に気をつけて。また1年経ったら帰るから。リンさんこんばんは、いらっしゃい、ゆっくりしてってください。今日はファイナルファンタジークリスタルクロニクルをやっております。配信時間は1時間を目標にやっております。今月は1時間でやっていくので、ちょっといつもとは時間が違うので、途中から来てね、すぐ終わっちゃったりしたらごめんなさい。やれるときは2時間やっていきたいと思いますが。おー増える増える、いいね。攻撃プラス3、魔法プラス1、間違いなく攻撃ですね。攻撃を取っていく。どこへ行きたいんだ。ルダの村、ティパの港。ルダの村とはどこでしたっけ。ティパの港はさっき来たとこ。ルダの村ってどこだろう。あれこれ金取られる。また人参すぐあげるね。そうなんです、僕人参好きじゃないんですよ。というか野菜が好きじゃないんです。いい年して野菜が嫌いです。声を大にして言いたい。ご飯とお肉とお菓子があればそれで。うー、また新マップ来ちゃったよ。あれ繰り返しのマップやれると思ったんだけどな。ちょっと不安。大人なんだから自分が好きなものぐらい自分で好きに選ばせてくださいよっていうね。我慢して食べる年は終わったんじゃ。嫌いな食べ物があるちびっこ、今のうちに食べとけ。大人になったら食べなくて済むぞ。今のうちじゃ。カレーの人参はいいね。人参の味がしない人参、トマトの味がしないトマト好きです。キュウリの味がしないキュウリも好き。結構デカめの村だね。これは一筋縄ではいかないのでは。お友達が来るとこじゃないよ。だと、あ、でもなんかいろいろあるな。これか。何かよ。アイテム売ってほ
何か鉱石系で混合石翡翠結構持ってやな。世界でも元気あふれる子供たちを見ているとこの世界も悪くないよなぁと思う。ジャンプするのが苦手なんだ。こういう子もいるよね。一歩踏み出してみればいいさ。最初は勢いさ。おお。村を守る。もう一つ役へ。もう一つの役目を聞かせてくれ。お宝をお裾分けする。最高だな。わあ、レシピだ。レシピだ。レシピ来たけど全部持ってる。勇気の武器ってなんだろう。これ最…勇気の武器値段からすると最新のレシピだな。一個買っておきましょう。トマトジュースは好きです。好きになりました。米がサクサク打てる。どうしたどうした。今まで打てなかったの。すりおろしてしまえば食べられる。まあ、わからなければね。すりおろしたものそのまま渡されたらそれは無理。もうね、人参とトマトとキュウリの風味が立っちゃったから、ね、ウェップってなります。ライナリー砂漠、ライリナー砂漠、ちゃんと読んでなかった。最近のトマトジュース美味しくなったからね。トマトジュースは塩入れたら美味しい。へえ、やったことないわ。やってみよう。旅の途中に出会った人がいた。はい、誰、まあ、誰とかじゃない。砂漠に隠されているという伝説の宝物を見つけるのが夢だという。これガーディーのことじゃない。みんなはそんなものがあるわけないさと笑い飛ばした。砂漠のお宝の話しようとしてたよね。初めて砂漠を見た時、その人が夢を叶える日は遠い日のことじゃないと思った。太陽に照らされキラキラと輝く砂の流れはまるで宝石が流れる大河のようだった。どういう仕組み？砂の滝ってどういう仕組みなの？下から砂が持ち上げられているってこと？ライナリー砂漠、ライナリーデザート、行きましょう。キーマとかドライカレーいいね。うまいよね。最近さ、カレーとか香辛料系のものを食うと肌荒れするようになっちゃってさ、ちょっと今ね控えてんだよね。辛いものとか。ワンコンボで、ワンコンボで倒せ、倒せない。よしよし、ワンコンボで倒せるならサクサク。これは関係ないかな。あ、なフリザどう。ワンコンボでいけるね。楽勝。ケアルも来た。いいペース、ハイペース、ハイペース、行こう行こう、ガンガン行こう。おっと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 、やり直し、スタートからやり直しかな。あー、ついくぽ。あー、さっきのとこに戻ってきたのかな。そういうことだよね。戻ってきた、ここね。戻ってきた、ここよ。ここに落ちたんだろうな、俺は多分。疲れたクポ、うん、疲れたクポ、ここ。この疲れたクポ、なんかいる、ね、合体サンダラーっていうのかな、まあ、とりあえず、裏目で用意しておきましょうか。サンダーのところはケアにしておきましょう。グラビデ、グラビデ、セイッ、セイッ、セイッ。2コンボ、叩き落とせば2コンボで終わる。広すぎんここ。グラビダ
OK。 あ、落とすには落とすかな。ズーの口、あれズーか、ズーなのかこいつ。広い広い、右側からぐるって回ろうと思ったら全然広い。そろそろたまには属性変えてもらう。あんま意味ねえか。え、スキル変わったよ。はい、持ってくれ。いや広いな、時間ない時にやる面じゃないな。あーめんどくさい。もう来ちゃった。大変。ワンコンボ、OK。 あ、リバーブ薄い、薄いかい、リバーブ薄いかい、リバーブ薄め、濃いめって言った配信でリバーブ薄めでお届けしておりますよ。ケアル濃いめです。やっぱちょっとリバーブ薄いんだ、いつもより。薄かった。今日のケアルかっこいいじゃん、言われていく。リワーブが良かったのかな。ケアル、はい、グライダー、ダッシュ、ダッシュ、リワーブ、それそれかっこいい。あんまりリズムに響かない。配信中にどっか時間があったらいじってみようかな。具合ね、確認したいね。大事だから、リバーブの具合を。この配信においてリバーブの具合は非常に大切な要素。あれ、なんで固まってるの？ストップがついてる。OK。暑いとこ行くときはモグの毛をカットしてあげた方がいいとか。え、そんなことできんの？毛刈りできんの？マジ？いい情報をいただいていく。全くやり方がわかりませんけど。グラビデは言わなくなったの。言ってた俺グラビデ。じゃあ今日はグラビデを言っていこう。なんかいっぱい使いそうだし。いや、ちょ、広いな。全く広すぎる、これは。あー、先にこの刺さりに。え、選びで低めで行ってみました。濁音が多かったんで。ちょっと悪者が言ってたな。おいおいおい、もう浮いちゃうの？選びる。モグのとこでカットできる？マジ？低さのコントロールができねえ。グラビデ、グラビデ。あ、これぐらいがいいね。グラビデ。いいでしょう。グラビデって十魔法がさ、グラビデって感じじゃないじゃん。可愛く言わないでしょ、絶対。たとえ可愛い女の子キャラが使ったとしても、グラビデーなんて絶対言わないと思うんだよね。グラビデー、こっちだと思う、ニュアンスは。グラビデー言うとき険しい、なんかこうグラビデーって感じなんだ。顔で唱えますから、呪文は。ギターと一緒です。
ここ全く謎なんだが、ギミックもなきゃ道もないし、いや今日はこれで終わりかな。ここを手こずりそうだな。あっち行ってないな、下。あれ、こっちは来てるか。ごめんよモグリ、毛を張っておけばよかったな。なんか道があるな。おお、壊せるぞ。宝箱。モグリ調べる。あ、なんだ。ああ、マジか。無欲のモグリスタンプ。あ、もうどうでもいいと思って諦めた回に限ってパーフェクトでスタンプを集めていく。そしてここで毛も刈れるのかな。してくれるかも。ちょっと待って、ちょっとスタンプをもらいましょう。こんにちはクポ。え、でここで毛が刈れるの。ボディペン任せたクポ。カットする。あるわ、毛をカットする。終わりはあるのかな。ちょっと横向いて。ああ。お尻失礼します。ああ、そう、お尻の毛刈ってるとリンちゃんとか、かぶるな、リンちゃんのお尻刈ってるとき。これでいいのかな。もう俺延々これできるな、この作業すごい和むわ。いやいや、保存してください。保存して終了。これで毛は枯れたのかい。か、枯れたことにしようか。じゃあボディペイントしてくれるクポ。あ、いやいや、説明いらない、今いらない、説明いらないです。説明はいらないです。毛がもこもこつつも短い。本当だ、ちゃんと意味があるんだね。へえ。オッケーオッケー。毛が生え変わるクポ。ああ、なるほど。ペイントも落ちちゃうと。はいはいはい。わかったわかった。今日ね、時間もないんですよ。行きましょう。知らなかったね。知らなかったねというか、もうモーグリは諦めていたのに。急に向こうからアピールしてくるから。ケアル、あ、モーグリの動きが早い。いいね。こっちが正解ルート。まだ来てないかな。はっ、いやー違う、宝箱あるだけだ。ん？ここわからんな。あー、でも壁沿いにぐるって回っただけで真ん中とか行ってないから。そう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 、早くするクポ。ケアルないと寂しく思う。もう無理、わかんないって言うまで正解言わないとか。そんなややこしい系とか。そう、ややこしい系か。じゃあ今日はここで終わりだな、きっと。勝利の武器なんでしょうか。あー、まあワンチャン怪しいのはあのアリ地獄だな。アリ地獄がいくつもあるから、どれかだけ正解とか、そういうパターンで地下でボスと戦うパターンありそう。すごいありそう。そしてそれを確かめるのはすごい時間がかかる。いや、このアリジョークだけでかいぞ、さっきより。これだろ、これ正解だろ。ボス戦さすがにないか。どこ、いや同じとこ帰ってきた、やだ、最悪じゃ。迷子のお知らせをいたします。ピンポンパンポーン。
迷子のお知らせをいたします。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルで迷子のお知らせです。追いかけられてます。ちょっと早いな、敵の方が。砂漠の出口がわかりません。まあでも全部見てないしね、この辺敵がいるってことは。2種類目か。これなんだ、このマーク。サンダー、サンダーのやつなんかあったか。おーい、なんだ、サンダーではない、ハテナ。いや、なんか今じゃない気がすごいする。これ何？いや、手当たり次第にこれアリジゴ、これさっき入ったアリジゴか。いやいやいや、敵いない、敵もいなきゃ何にもない。あー、もう何にもない。あー、もうわからん。さあ、いろいろ裏切れ。ちょっとこう勢いがあった方がいいんだね。キックするあまり渋めの声にして、グラビデとか言ってたけど、グラビデみたいな、こう低めで勢いがあった方がグラビデに合ったと僕は思うのであります。皆さんはどうでしょうか。グラビデ、思い思いのグラビデがあると思いますが、僕はKRを、KRグラビデ、グラビデは顔しかめしかめちゃう。あー、宝箱ある。まだもう来てないとこだった。来てないとこだけど、あんまりいないなと思っている。ケイアル、サボテンだ。いや、これ全部見たな多分。ケイアルが好き、爽やかな青年的な感じね。ケイアル似てきた。よしよしよし。さっきのハテナのこのクリクリにした、あ、これ入ったことないんじゃない。来るか。ケアル、ケアル、ケアル、グラビデ、同じとこかーい。あ、なんだこれ、こんなあったね、あったあった。もう 100% アリ地獄だと決めつけてますが、どうでしょうか。もう他ないもん、このマップ。こっちかよ。デジャブ。敵復活すんの。あ、違う面に来た。グラビデ。あ、いや、嘘です、固まってます。カッコつけたのに固められていく。グラビデ。アリ地獄なの合ってる。やはり迷子センターに行くしかない。迷子のお知らせ、アリ地獄がわからなくて砂漠を迷ってる方2名、あ、1名とも無理っぽ。さっきと違うとこに来たのでは。なんか宝箱あるぞ。敵多いからアイテムはうまいな。めちゃめちゃアイテムはもらっていく。これさっきと同じマップ？違うマップ？こんなに広かった。うわ、ちょっと待って、何にもないぞ。これは迷子になる。迷子を連れて帰るのは誰でしょうか。うん、だよね、疲れちゃうよね。やばいやばい、まさかの迷子終わりあるよ。まあ、そうなったらさすがにここクリアするまではやるけどさ。モーグリが明らかに遅くなったな。あ、どうだ、ラビデ、全然
外と普通だね。普通に褒めた。グラビデ。あ、え、お前今度は強く言うのかよ。グラビデ。グラビデ。セイッチャー。セイッチャー。迷子本人がアナウンス、延長戦のお知らせ。いやー、せっかくこうちゃんと1時間っていうね、悲しいお知らせをみんなにして。お願いしますって言ったんだから、ちゃんと1時間で終わりたい所存。ただ惜しかった時はね、ちょっとオーバーするよぐらいの感じありますけど、ひたすら右をいただいていく。ただもうグリがもうやる気がなくて遅い遅い。いただいていく。これか、これなのか。もう2回目来た時、これは俺はたどり着けんぞ。なんか来た。おや、おわ、でも違うとこだね。なんか違うとこ来たよ。なんか違うくな。おわ、なんかこれ入っちゃいけない気がするな。俺だけすごいトラップっぽいんだけど。ああ、どこに戻った、どこまで戻った俺。これ最初に戻った臭いな。あ、そうでもない。いや、右に行けばいいのかな。ミニマップをガン見していく。あ、これか。ミニマップが優秀なんだけどさ、そっちばっか見てると、あの、アリ地獄の穴を見落とすね。あー、来た来た来た、オッケー。じゃあ逆行きましょう。はっ、だはっ、だ、なんだこれ、新しい敵か。でやるだ、はっ、せい。あー、なんか確認してから当たり判定出るまでちょっと時間かかるんだな。レイズ来た。これでホーリーもいける。よっ、はっ、だっ、だっ、えっ、だっ、えっ、だっ、えっ、あ、これもなんか見たことない色のような気がするが、ちょっとハテナはハテナで研究したい。だっ、えっ、だっ、だっ、えっ、だっ、えっ、だっ、えっ、だっ、オッケー。んで、なにこいつ、知らんやつ。ちょっと気持ち悪い。ケアル。よし、よし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 。ヒマイラの角。間に合ってるというか、使い方わからんな。レシピがまだないな。ニピチョンは行きましょう。ニピチョン行くまではやりましょう。いいケアル、いいケアル出せてたならいいでしょう。あー、これ戻っちゃった。やばいな、ちょっとやばい。ケアル、あー、惜しかったね。惜しくない、食らってんね。せいせいせい。オッケー。あれはキマイラなんだな。
渋めの固まったストップか、こいつかストップかけてきてるの。全然動けない。2人でかけてくるもんだから。ちょっと待って、これハマったんじゃない。何にもできないよこれ。エアル、うわー、まだ続くのか。なんだ、何もない。真ん中になんかの、おー、来ましたね。来ましたねというか、なんだ、ん？ボスなのか何なのか。あ、敵は湧くな。とりあえずぐるっと一周。おい、何何、いちいちカットインが入ってな。あ、動けんだ。あー、死んじゃうね、俺死んじゃうね。ケアル、結構本気のケアル。急に硬いじゃんよ。オーケー、全部倒せばボスが下からどこかの方かな。なんだ、アリ地獄か、アリ地獄か、ストーンゴーレム、またはタイタンとか。アントリオン FF4 かな。 FF4 の最初のボス、2番目のボス、あれ最初のボスって、アントリオン FF4 だからね。いてててて、リアル、違う攻撃だね。もういいや。わかんないときは殴って。ケアル。ケアル。ウィーン。石化。石化食らった。あ、でも早い。石化。君。はいはい。おろしまで8個分。そんなに。食らってくるから。これも痛くない。さっきの6とかの。OK！ もう時間ぴったり。よしよしよし。あ、音かぶるとケイさんの声聞こえない。ゲームの音がでかいんだね、じゃあ。あ、ほんとだ。ごめん。めちゃめちゃでかいわ、ゲームの音。で、喋ってた声も今あんま聞こえてないんだよね、きっとね。はいはいはい。ゲームの音がでかいっすね。僕の声はね、一緒なんですよ。ゲームの音がいつもよりでかくなってたんで、聞こえなくなってたみたいですね。ケイ君何も聞こえない。失礼。こんなもんかな。まだちょっとでかいのかな。こんぐらい下げとくか。俺の声をもう気も上げれるか、これ。ざらつかなければ。ふぅ。チャポンじゃないよ、それ。俺が一回間違えたやつね。ピチョンだよ、正解は。あ、
それでリバーブ消えた？いや、どうだろう。設定戻っちゃってるからね。前よりリバーブ短い気がします。はっはっ、へっへっ。ピッチョン。ピッチョン。なんか一生懸命一人で言ってた K さん。恥ずかしい。はっはっへっへ。このボリュームでゲームの音がこれぐらいだったら大丈夫なのかな。迷子ピチョン。迷子ピチョンでした。日記に書き留めた。お手紙を届けに来たクポ。ちょっと。ポン。サクッともう一個やらせてもらっていいですか。あれを。一回やったことある面だったらめっちゃ早く終わるんで。そこ行って1年終わらせてから今日終わりたい。はい、体質。毎晩夕食の時お前のいるはずのテーブルの場所を見ると熱いものが込み上げてくる。食卓はバラバラだが家族の心はいつも熱い親父だ。いいです、行かないです。もう問題はございません。問題はございません。帰るクポ。帰るクポ。やっちゃす、サクッとやっちゃす。さあ、ボーナスもサクッといただいていく。魔法攻撃に耐える。結構食らったな魔法攻撃。まさか、結構いくな。あれ200いっちゃう。いかんのかい。200はいかんのかい。うわー、ゴブスロット欲しいな。力も欲しいけどスロット一つ増やしましょう。これね、KR とか入れてる枠がね、1個増えるんで、フェニックスの KR、グラビデ、ホーリー、あ、ホーリーは無理か、グラビデまではいけるかな。同時に持つことができます。1時間だとお水タイム、出しましょう。はい、OK。多分ね、1時間配信にするっていう、なんかこう、ちょっとしたプレッシャーというか、なんか1時間でどこまでできるのかなっていう迷いもあって、バタバタしてるんですが、まあこの1時間配信に慣れてくればお茶もいっぱい飲むでしょう。日曜日の朝やってるあつ森はね、同じ1時間なんだけどだいぶなんか慣れてるし、まったりしてるっていうのもあってめちゃめちゃ飲むんですけど、これで船に乗って帰ればいいのかな。船乗れます。これ船に乗りたい。ああ、行けた行けた、帰ろう。どこへ行きたいんだ。ティファの港に帰ります。帰りは安い。今日モデルケースだね。うーん、なんかうまくはいってないけどね。まあまあこんな感じでやっていきます。1時間を目安にやって、まあちょっとこぼすぐらいはっていう感じかな。1時間早く感じますね。もういつも夜2時間やってたから。クリスタルケージを余裕でハテナにしたケイ君にめっちゃ嫉妬してます。あれもやるのめちゃめちゃ時間かかったのに。ケージで全てのストーンを越せます。あ、そういう意味のハテナ。というか、俺は何もしないであったんだが、なんか条件があったのか。ここじゃないよ、俺が来たの。あ、オッケーオッケー。オッケー。あつ森は戦闘もないしね、釣りだ、釣りメインですからね。2時間もあっという間だった？ありがたいことを言ってくれる。ね、そんな人がいっぱい増えるように、いきなり2時間の動画をねガンガン見てもらうっていうのはね、さすがに初見の方にハードル高いのかなとも思いまして。噛んでいくな今日は。もう今日全然喋ってないから、急に喋りだしたからこの配信で。1時間の生配信、あとストーリーものとか、まあまた時間ができたりたっぷりやりたい時に、2時間に戻したりすると思います。でそれとあとは、この空いた時間でね、仕事の方が落ち着けば、ここで、動画を作ってみようかなと思ってます。ゲーム動画をね。動画編集もやりたいんですけど、あんまりがっつりしたの作れないんで、多分5分ぐらいの短い動画とかをパンパン作っていって、動画編集に慣れていければなと思いますよ。今日は5時にならない代わりにマックス。2時間がちょうどよかった。そうね、ゲーム的にもね、まあ1日2時間
やれれば結構進むんでいいんですけどね。友達の子供ちゃんにあつ森配信おすすめしたら登録してくれてありがとうございます。嬉しき。ここは雫がないので、おーイベント2、イベント2、これはなんか平和なやつだな。あのリルティの旅のやつらとすれ違う時とか。あー別の段階、ね、物作りのコツね。そうだね。あでもこれクラバン、まずは土が大事じゃないか。土、土、確かに土は大事だね。大事だよ。あと水も大事だね。水もだね。一夜クリスタルの近くに置くといいんだよ。クリスタルはそういう効果もあるんだね。水ね、そうだね、大事だね。あと他に大事なことあったかな。何かあったかな。アンディさん基本何も言わないですね。愛情、愛情、一番大事なやつ。ああ愛情ね。愛情ね。オッケー、さあさあサクッといくぜ。初見の火山があんだけ早かったんだから知ってる面はもっと早いでしょうと思いたい。みおさん、あつ森島クリエイター使えるようになった、おめでとうございます。そこからやっとね、チュートリアル終了って感じですよ。もう自由になって解き放たれる感じです。僕は一旦すべての川を埋め立てました。サクサクフォーでいきますよ。サクサクフォー、サクフォー、サクフォー。やっぱリバーブ短い気がするな。簡単な面は、簡単な面ね、これでもさ、横はこの間やったばっかだから。ああ、イベントが多いな、もう。イベントばっかりだよ。結局時間かかるやつじゃないか。誰だ？別のキャラバンか？あれ？初めましてか？あ、一回会ってるね。どうした？見とれているのか？それとも呆れているのか？ところで、どうだ一曲。次の水かけ祭りに向けてさ、100ギルでいいぜ。まあ一応聞くか。そうこなくちゃ。多分なんか曲を聴かされるのかな。あ、これ全然関係ないやつだ。 BGM 聞くだけのに俺100ギル払ったんだろう、これ。あとはちょっとこのお姉さんをアップで見れるっていうだけの。街道へ出ます、終了。いいです、そういうの大丈夫です、間に合ってます。今欲しいのは雫や。雫を集めていくんや。水かけ祭りとはよくわからないですね。その詳細が知りたかった。もうないよね。次で左はあれだ、ひやがでカトゥリゲス鉱山ってなんだっけ、これめんどくさいんだっけ。もう一回ここ行っちゃおうか。行っちゃう。なんだっけ、ここめんどくさかった気がするんだけど、大丈夫だっけか。大体 RPG って霧のいいところで終わりにしようと思うとできない説あるね。いや、あったよ、1個前で終わっとけばキリは良かったんだよ。雫2個ゲット、また明日お会いしましょう。それでいけたんだけど、俺がよく出しましたね。あーここかー、しまった。あとボスまで一直線でいけるかな。ボスまで一直線、よいしょ。ちょっとセイッ
ダメだな。敵無視すると結果時間がかかるから、ある程度は倒していこう。かけてくるタイプ。ボスなんだっけ。ゴブリンキングみたいなやつ覚えてないな。もう忘れているな。ゴブリンメイあ、ケアルぐらいは取っとかないとちょっとボス戦怪しいね。しまった、ちょっと戦えばよかったな。言ってるそばから。いや、こっちはクリア。ケアルが欲しいんじゃい。ケアルが欲しいんじゃい。え、石化盾がうざい。盾でガードされていく。そして僕ポカトリス的な。いや、ミスリルは今違うな。ケアルが欲しいな。よいしょ。ケアルくれ。ケアルくれ。毎回ね、これ。あ、アキちゃんさん、スパチャありがとうございます。今日ネットの調子悪いんで離脱します。この後も頑張って。昨日は俺が悪かったからね。今日はアキちゃんさんのところが悪くなっちゃいましたね。そんな日もある。ナイスパです。ありがとうございます。毎回こうやってケアルを拾わないとケアル使えないんですけど、いつでも使えるようにするために、ケアルリングなる、アイテムがあるそうです。ちょっとそれはね、狙っていきたいから、いつかケアルリングを取る回をやるか、もう裏で頑張って周回して取るか、裏でも狙いつつ取れなかったら配信中に狙う感じかな。結構レアっぽくて、どっかなんか指定のダンジョンで、よいやめておくれ。ケアルくれないとやばいぞ。指定のダンジョンで高得点、あ、じゃないか、宝箱から出るんだっけな、なんかそういうのがあるらしいんですよね。しかもランダムなんで、毎回入っ同じ面に入っては出しての繰り返しでっていう感じ。あ、これどうやっていくんだっけ。こっち行けばいいのか。いや、ケアルないぞ。果物と食べ物で乗り切るか、ケイチューブらしく。食べ物でも回復するんで、ケアル大好きマンとしてはぜひ欲しい。しょうがないな。ちょっと伸びちゃうぞ、ケアルを求めて。でもみんなほら、チャットでご飯の話ばっかしてるからさ、このゲーム食べ物でも回復するからね。あんまり食べてないけど俺。それはそれで、おいおい燃えていく。ケアルください。ケアブリザード、ブリザードいただいていく。ケアルください。あれ、こっちないのか。あ、これ下にあんのか、宝箱。ケアレイズ、クリアとかレイズとか、ほんとケアルだけ外していくよね。あ、お宝箱、あ、上か、今度は上かい。疲れたクポ、持つの変わってクポ。ちょっと待ってね、ケアル、来ない。ケアルが来ないよ。待ってクポ、早く来るクポ。いや、出ない。ケアル出ないね。一
クエストにお答えできない。今日はケアル封印なのか。食べ物を食べるときはなんか言ってんの。ちゃんと聞いたことないな。魚食ってみようか。はい、ひどいな。あ、こいつ俺と一緒で魚あんま好きじゃなかったな。肉食わせよう。まずい。肉もダメ。しましまりんごが一番好きなんですよね。でもあえてのチェリーで。うまい。うまい。うまい。キャラごとにね、食べ物の好みがあって、好きなものをあげるといっぱい回復します。でもあまり好きじゃないのをあげるとあまり回復してくれないっていう。これはケアルマジでないっぽいな。ここに宝箱1個あるけど出ない。ミスリルはガンガン拾ってくる。もうミスリルいらんのよ。うわー、ケアル出ない。アイテムから直接使うってでき、あー、スワちゃんありがとうございます。アイテムから直接使う。どういうことだ。ここから使えるのか。違うな。使う、あ、こうやってできんだ。便利。え、もうないな。あれ？ケアルチャンス。あ、ここにあるな。これで出るか。まさかの？ケアルー！行きましょう。ボス戦突入でございます。ここにケアルを入れておこう。出ました。ケアルチャンス、ものにしましたよ。さあ、あ、もう一つ目あるっけ？あれ、もうボスだっけ？今赤くなかったな。もうちょっとあるか。ああ、あるね、あるね、まだまだあるね。間違えた。よいしょ。フェニックスの方大事。ごめん。ああ、ブリザード食らっちゃった。ちょっと厄介だね、この。おお、いいね、敵も食らうんだ。よいしょ。なんだこれ。あー、芋ね。大内さん、こんばんは。ありがとうございます、挨拶。大内さん。まあ、そうなんだけど。あんまり言われないんでね。硬いな、こいつ。なんだ？ちょっと固めのコウモリでした。このゲームやってる方で苦手だなっていう方いれば、初手ういっすなんか降ってきた。一発目はね、コンボ決めようと思わないで一発だけ殴るってやると戦いやすいと思います。近接は特に。あー、違う。一発殴ると向こうが殴ってくるんで、それは避ける。で、避けた後にこっちのコンボを当ててくとかってやると割と、あー、めんどくさいやつ出た。ホーリーはレイズか。よいしょ。で、一回ケアルしよう。透明なやつが現れたらホーリー打ちましょう。ケアル！ケアル！からの、からのお化けのホーリー。あ、外した。あ、当たった。お化けのホーリー分かる人いるかな。どっから魔法が、あ、こいつが撃ったのか。ケアル、ナイスー。あ、分かる人いたな、お化けのホーリー。よしよし、よかった。
説明してって言われても困っちゃうからね。ホーリー、ホーリー低めだな。高所恐怖症だからなんか怖い。サクッと行きましょう。こんなところをね、長居する意味はない。もうガンガン行けば、うーん、行けない、無視すりゃ行けるか。ガラパコだけいただいて、怖がりさんがいるんでね、こんなとことっとと抜けますよ。え、お化けのホーリーってチョコのお化けなの？あ、そうなの？ごめん、そこまで知らなかった。なんかふわっと覚えてる。千尋さん、こんばんは。いらっしゃい、ゆっくりしてってください。サクサクポー、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 ほう。やっぱちょっと短いだな。これは後で伸ばしておきます。最後爆発する前に切り倒して了解。あ、ちゃんとおかしいな。まあ大丈夫か。ボスに来たけど眠気がやばいっす。ファイトっぽ。うん、ケアル。ケ、目覚めるやつじゃないな、ケアル。むしろケアルかけたら寝そうだな。行きましょう。ドボン。ホーリーじゃない。ちょっと、ケアルがまともに使えない。ケアル。意外とこの手下がややこしい。うん、大丈夫だね。サクッと終わるぜ。イエス。サンダーとかなら起きるかも。しびれちゃうね。ふう、ビビッときちゃいますサンダー。いやー、ちょっと押しましたね。やっぱちょっと押すな。まあでもこんな感じ、こんな感じで1時間枠のちょいはみ出しぐらいでいけたらいいかな。たまには1時間でぴったり終わるかもしれないしね。そんな感じで、今週やっていけたらと、今週、今月かな、やっていけたらいいなと思います。サクサクいったわい。はは。うんうん。ピッ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 。ピチョン。ピが難しいんだよな。ボスは早かったですね。いい感じ。発声練習面白い。ありがとう。高めで。うん。ピッチャン。うん。今上手かったな。これ、リバーブかけたかったわ。今のピチョン良かった？ピチョンを褒められていく。何の配信だ？お手紙を届けさあ、これで、5年目も無事終了。そんじゃ配るっぽ。顔と切れピチョン。あ、顔の位置。リセットしたけど相変わらずそこは切れていく。見たことないの。家の近くキラキラのかけら拾ったけど、宝石みたいな本物かどう思う？本物だね。それは本物だよ。人参あげる。ね、野菜は食べなきゃいけないからね。うん、食べた方がいいと思うよ。うん、お返事預かったクポ。預かったクポ。また来るクポ。ポー。クーポー、また来るクーポー。ボーナス条件、なんかいいやつくれ。67じゃあんまいいの出ないんだろうな。取れる戦利品がないためスキップします。ふう、寂しい。ちょっとそろそろ成績よくね、
今駆け足で行ってるけど、そのうち、駆け足できなくなると思います。戦績を良くするためにいっぱい敵と戦ったり回収して、なんつうの、グレードの高いクリアをすることで報酬がいいものがもらえるので、それを狙っていく時もいずれ来るでしょう。あとはそれに関してはね、裏でちょっとやれたりするので、やっておこうかと思います。あ、これね、これ思ったんだ、俺の顔を消した方がいいのではと。5年目の旅が終わって、すべての記憶を失い、ただ光を追う男、何の記憶も持たずにひたすら前へ踏み出していけるものなのだろうか。いや、記憶を持たないことに苦しむから彼は光を追い続けるしかないのかもしれない。記憶があったのなら彼だって他の生き方も選べたはずだから。はい。え、消えない方が良かったの？いや、なんか消えてる方がこうちゃんとしたナレーションっぽくなるかなと思ってやってみたの。経緯を最後につけるとな、そうなっちゃうよな。ティパの村6年目、6年生。これ眠気ある身からしたらさらに眠気ます。眠気ます。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 ちょっとね、ここだけ姿消してみようかなと思います。他はね、姿消す余裕がないんで、ここはなんか何も操作してないんで、そういうことができるので。よいしょ。で、昨日村に戻ってすぐ終わったんですけど、村に戻って、まず、どこで終わった方がいいかっていうのは、みんなに見せたいものがあるんですよ。村長の言葉がね、結構いいこと言うというか、うん、全体のシナリオの大事なことを言ってくれてる気がするんですよね。お小遣いをもらっていくのを忘れずに。その、もともとこの村にいた科学者、小規ストリームを研究してたやつがいたけど、もうどこに行ったか分かんなくなっちまったよみたいな話から、毎回村を出るときにそいつの話をしてくれます。今回もそうかどうかは分かりませんが、あれ、まさかのないパターン。あ、来た。どうしかのう、ここに出てくるのも辛くなってきたわい。結局あやつは帰ってこなかった。マグメルという場所から届いた手紙を最後に音信不通というやつじゃ。最近村で人々を助けて回っているものの噂を聞くたびに、もしやと思うが、まあ他人の空にじゃろうな。あやつはそんなことで満足できるような男ではなかったからの。もっとまっすぐなやつじゃったよ。じゃがまっすぐなら良いとも限らん。ちゃんと帰ってくるんじゃ。わしらが待っとるのは雫ではなく、キャラバンの帰りなのじゃからな。しかしマグメルトはの、確かそれは空想上の村じゃよ。あやつ、おとぎ話の世界にでも足を踏み入れたんかの。それでは、いってらっしゃい。あ、これは言ってくれるのね。はい。ラコ、なんだっけ、マグメル。ラコスケよりいい話。ラコスケよりはまともな話じゃない？ラコスケ、あれ、中身ないからな、なんか。よいしょ。はい。それでは、今日はここで終わっていきたいと思います。お付き合いありがとうございました。今月はこんな感じで早めに、終わりますが。よいしょ。なんとか、最後までクリアできればと思います。では、あ、ユリアさん、スパチャありがとうございます。1時間配信初日お疲れ様でした。これはこれでサクッと見れていいですね。サクッと楽しんでってください。ありがとうございます。励みになります。楽しかった、クッポー。ナイスパー。GG。GG。G を2つで GG。うん。お疲れ様でした。楽しかった。よかった。ナイスパッケ、スパゲティ食いて。カンさん、スパチャありがとうございます。サンピチョン、お疲れ様でした。あ、まあ、いっか。これ、落ちちゃうかもしれない。リバーブは明日、伸ばしてみます。伸ばしておきます。試しておきます。ということですかね。終わり方、これ終われるのかな、こっちで。ちょっとその辺の画面もね、
ナラミンさん、スパチャありがとうございます。これか、これだな。はい、それでは、また明日夜の22時にお会いしましょう。ファイナルファンタジークリスタルクロニクル第5夜かな、明日で。いきます。第5夜なのに、6年目。どっかで、1回で2年分やったね、俺。頑張った。はい。ということで、もしよければ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。また明日夜お会いしましょう。それでは、おやすみなさい。バイバイ。